このスーツ背広チャンネルの利点は、10分の動画を10分で作ること、そしてそれにつけた広告でガンガン儲ける。まあ、10分の動画出すと、例えばそれが10万再生とかだったら、多分背広チャンネル今だったら3万ぐらいもらえるんですけど、10分で3万ということは時給18万じゃないですか。ね、結構いい感じなんで、まあ、それでやってるわけなんですよ。で、まあ、ただね、そういう割のいい仕事なんだけど、ネタを考えるのがすごい手間がかかるんで、まあ、手間ってか、そういう余裕がないので、交通チャンネルとかもっと将来性のあるチャンネルの方が大事だから、セビロチャンネルはずっと放置してるんですが、まあせっかくなんでね、こんないいチャンネル持ってんだから、すごい割のいい仕事ができるチャンネル持ってんだから、まあ、多少やろうと思ってですね、ちょっとしばらくの間日記的なね、もう超個人的なことばっか喋ると思うんですけど、ことをちょっと試験的にやってみようかなと思います。今日は21年の1月のもう日付変わって17日で、今午前2時30分ぐらいなんですが、まあ昨日の16日何をしたか、16日土曜日ですね。で、まあ土曜日なんで、ここ東京なんですけど、まあ街の中になんか人がいっぱいいたりとかすることもあるかなと思ってですね。まあ一応出かけておりません。多分起きてから1日中家にいました。で、起きたのがね、昼の、2時前、1時50分とかに起きました。なんでそんな遅く一概に起きてんのって思うと思うんですけど、これはですね、昨日寝たのが、朝の6時ぐらいだったんですよ。だからもう昨日つうか、まあ昨日なんですが、それまたなんでそんな時間に起きたのかと言いますと、ちょっとね、この間の10月に、東海道53次、もっとさらに言って57次なんですが、大阪までですね、東京の日本橋からずっと自転車で行くということをしたんですよ。まあ、自転車は家に置いてありますんで、家から乗ってったんですが。で、その時の映像を作ってるんですけど、まあ、それの編集がすごい難航してて、今から寝ようと思ったけど、まあ、それもあった。もう明日やればいいか。そのですね、東海道の、まあ、自転車で行くの1日の撮影がすごい長いんです。もう15時間ぐらいずっと撮影してるからね。でそれを分かりやすいように編集して字幕をつけて、やっぱ東海道の旅って江戸時代の話だからちょっと難しい内容があってみんな飽きちゃうんじゃないかなと思ってね。で2020年もう終わっちゃったんですが、2020年の目玉商品だと思って作ってるんで、うちの会社の中でもね、みんなでやり取りして、これはこうしましょうこうしましょうっていろいろ指示を出して手の込んだ作業をしているので、時間がかかりすぎているんですね。でまあ私がそれで、まあ最後じゃあここはこうしてくださいっていう指示を、うちの社員にですね、まあどうやってるかっていうと、パソコンに表示して、でまあ向こうから下書きの映像が来るんで、このタイミングここはこうしてください、こうしてくださいっていうのを僕がそのパソコンで送られてきた映像を倍速で再生しながら、ビデオカメラで映して、ここはここにこういう字幕入れてください、今から言う通りに入れてくださいとか、このシーンはカットしてください、ちょっとここ音量もちょっと上げられますかとかですね、あこのシーンカットしてるみたいですけど申し訳ないんですが、ちょっとここは復活させてもらえますかとか、そういう指示をした映像を作って、その指示映像を送り返すんですけど、動画1日分が結構長いんで、まあそれは他のやることがあったりとかしてね、深夜帯にまでなっちゃったりということをしています。で、昨日2時間分の映像なんですが、2時間分の映像のうち1時間分しか送ってなくて、一応締め切りをね、うちのスタッフに言ってもらってるんですよ。で、2時間の、その映像の編集の全部のその指示動画を昨日の、夜のうちに、まあ、昨日中に、うちのスタッフに送ってほしいという話で来てたんですが、それを取り切ることができなくて、1時間分しか撮っていません。でも1時間分のその指示動画を向こうに送っておけば、その分1時間分がとりあえず言っていれば、それ編集できるわけなんですよ。で多分1時間の分が言っていれば、それでまたそれを通りにやるのにすごい手間がかかるんで、多分まだ処理しきれてないと思うんですよ。だから明日それを作って送っておけば間に合います。なんで大丈夫です。それはね、もうとりあえず迷惑は多分そんなにかかってない。締め切りはもう過ぎちゃってるんですけど、それで締め切り期間中に全部映像送ってないんですが、多分それは間に合ってるはずです。で、というのを昨日、まあ、それとにかく昨日中に1時間分、その2時間の動画の編集指示のうちの半分ぐらいは送っとかないといけないと思ったんで、昨日それでやった結果、まあ、午前6時とかになっちゃったんですけど、ということをしまして、で、まあ、起きたのは2時。僕ね、ちゃんと寝る時間は確保することにしてるんですよ。なんかもう寝ないと体がなんかおかしくて、これ病気になるんじゃないかなっていうような気がしてね。
体がなんかちょっとこうふわふわしたりとか、なんか体がムズムズしたりとか、もうなんか明らかに体に良くないことが起こってるよなっていうような感じなんで、もう忙しくてもだいたい4時間でも4時間じゃ足りないですね。8時間寝ることが多いですね。寝てます。で、まあもちろん、なんか徹夜みたいなことになって、で寝る時間が足りてないってこともまあ、あるんですが、まあその場合は先に仕事して終わってから寝るとかね、まあいろいろやってます。で、本当に超忙しい時とか、なんか例えば1日でもなんかずっと取り続けなきゃいけないみたいな時に3時間睡眠をなんかもう5日間続けるとかいうこともあるにはあるんですけど、なるべくそういうことはしないようにね、してます。じゃないと体が持たないからね。何のためにお金稼いでるかっつったら、やっぱりその、安全に生きていくためなんで、別になんかね、お金稼いで高級車に乗ったりとか、でかい豪邸を建てたりとか、そういうことを目標にやってるわけじゃなくて、僕ただ安全に暮らしたいだけなんで、お金のために命を削るんだったら完全に本末転倒だと思ってますから、そこはね、ちゃんと考えて、寝る時間を確保するっていうことはね、やってます。で、多分普通の人よりはね、寝る時間はね、結構確保できてる方だと思うんですよ。削るのも意図的に削ってるだけですね。だからまあまあお金があるっていうのもそうなんだけど、寝る時間を自分の自由にできるっていうのはね、まあ僕人生成功したと思ってるんですが、その成功したことのメリットかなと思ってますね。で、まあそれで起きたのが2時じゃないですか。で、起きてまあちょっと携帯もうすごい眠かったんですけど、もう8時間は寝たしなと思って、でとりあえず枕元に寝てた携帯電話でコメントとか、ね、もう日課なんですけど、 YouTube のコメントとか見て、でなんかよくアンチコメントとかも来るんですけど、まあそんな別になんちゅうこともないなみたいな。でアンチコメントとかいいんですが、なんか中には本当になんかまずい指摘のコメントとかがあることもあるんですよ、場合によっては。で、これちょっとまずいなっていうのをね、見たらちょっとこう参考にするとか、まあ大体なんか毎朝、まあルーティーンなんてそんなおしゃれなもんじゃないですけど、やって。で、まあそれなぜかっつったら、なんか画面とか見たり、文字細かいの読んだりとかすると、目が冴えるんですよね。で、なんか悪口とかもね、そういうのが効果的で、でそういうので、目を覚ます。で、実際ね、今日もね、覚めました。で、覚めたんですが、まあ、諸刃の剣みたいなところがあって、そういうの読んだりとかすると面白いんで、あとはなんか昔のね、僕、鉄道 YouTuber なんで、国鉄時代1980年代の、どこどこ地方ではこのような、鉄道輸送が行われていたとかいう記録とか、まあ、ネットを見れば、ヤフージオシティーズってホームページが閉鎖したおかげでいろいろ被害が大きいんですが、まあ、いっぱい残ってるんですよ、その記録で。それ見て勉強したりとかするんですが、まあ、面白いじゃないですか。で、見てて、まあそうすると時間が過ぎてしまう、布団でゴロゴロしてて1時間経ったとかなる、もう分かってるんで、そういうことになるのが。だからまあほどほどにしてですね、まあ大体もう10分見たからもうやめだっつって、起きて、で、ご飯とかは特に食べなかったですね。まあ水は大体飲みますか。起きて、まあ歯を磨きます。なんか歯磨きってどんだけ丁寧にやってもなんかちょっとなんかぐちゃぐちゃしちゃってる感じじゃないですか。で歯磨いて、でそれからもうあとは仕事ですね。パソコン開いて、で真っ先にやらなきゃいけないことは何だろうと思った時にですね、昨日僕は動画何にも出さなかったんですけど、これはまずいなと思って、とにかくまあ、ちょっとです意図的に投稿頻度を落としたりってことを実はちょっとやってもいたんですが、今日は出さないとまずいなと思ったんですけど、今日出す動画が何にも準備されてなくて、でうちのスタッフの方も多分何も準備してないんですよ。まあ、ちょっとそれ聞いてない、言えばなんか出せるのないですかって言ったら出してくれるかもしれないですけど、多分向こうが準備してる動画もないんで、こっちで作らないといかんと思ってですね。で、まあいろいろ探した結果、まあモノレールの映像があったんで、ああ、これならいいだろうと思ってですね。モノレールに、もう3ヶ月ぐらい前かな、撮った映像、それに乗った時の映像を出しました。で、まあ僕何種類かカメラを持ってまして、普通のっていうのかな、まあハンディカム、こういう持ってるカメラと、それから一眼レフカメラと、コンパクトデジカメ持ってます。まあこれはなんかあんまりでかいカメラで撮影するのがはばかれるようなところ、まああとはアクションカメラも2種類ぐらいありまして、それからあとはもう一個、なんかでかいテレビカメラみたいなカメラがあるんですよ。まあテレビカメラほどじゃないですけど、25万ぐらいで買ったやつかながあってですね。それ超画質いいんですけど、まあ手ブレ補正があまりついてないとかいろいろ問題点があって、あまり使ってないんですが、まあ実はうちの持ってるビデオカメラの中では手ブレを除けば一番の高性能の、そのカメラで撮った映像があって、その問題があってですね、僕小学生でも使えるような簡単な感じで Adobe Premiere Elements っていうのを使ってるんですけど、そのすごい簡単な操作ができる動画編集ソフトでいつも動画作ってて、難しいことは全部うちのスタッフに投げてるんですが、その超画質のいいテレビカメラみたいな、まあ所詮25万のビデオカメラで撮った映像はですね、その簡単な
あのやつにはなぜか対応しないみたいなんですよね。で、まあもしかしたらその設定変えれば対応できるようになってるのかもしれないですけど、なんかプロ仕様みたいな感じになってて、ちょっと見ただけではね、ちょ今のところわからない。で、その直感的じゃないプレミアエレメンツじゃなくてプレミアプロってのもあるんですよ。で、そのプレミアプロの、ソフトを使えば、その高画質のやつも編集できるんですよ。で、僕も持ってるんですよ、それは。でも、まあ、月に1回ぐらいしか使わないんですけど、もう難しすぎて。でも今日はそれ使わなきゃいかんなと思って、それをね、入れてやりました。で、案の定もなんか途中でね、なんかワークスペースって言うんですけど、動画編集する画面で、あるべきものがなんかなくなってしまったりとか、このボタンが消えるとこもあるんだけど、なんでこのボタン消えんのみたいな。何ですか、リモコンの、チャンネルあるじゃないですかね。テレビのリモコンのね。その中、チャンネルの1,2,3,4,5,6 が消えましたみたいな感じですよ。なんでこれなくなってんの？そういう時はもう、めんどくせえな。だからこういうの嫌なんだよと思いながらも、調べてですね、やり方を見るんですが。で、そういうのね、僕もちょっと思うんですよ。難しいやつ使いたくないんですよ。で、やりたくないんだけど、たまにはそういうの使っとかないとね、で、ちゃんと調べて、で、対応したりとか、新しいことを知るってことをしないと、なんか老人になっちゃうんじゃないかなと思って。まあ、老人になるのは悪いことじゃないですけど、老人になった時に対応力がないんじゃないかなと思ってですね。うちの祖父は新しい電化製品とかそういうのにすごい得意なんですが、そういうのを見習ってですね、やっております。で、まあ、ちなみに、いつもであればそういうめんどくさい、案件というか、手間のかかる作業はね、まあ、それもやっぱ、僕が一番忙しいわけですから、うちのスタッフのところへぶん投げて、で、これすいません、ちょっともっと扱いやすいファイルの形式に変換してくれませんかとか言ってね、投げて、それをまた送り返してもらった方がいいんですが、まあ今日はちょっともう今日の夜出す動画が何も準備できなかったんで、それはまずいと思ってですね、まあ一生懸命ちょっと作り変えまして、で、自分で全部動画一本作りました。で、ナレーションも必要なんですが、まあ、ナレーションは僕、おかげさまで得意なもんですから、13分ぐらいの動画だったと思うんですけど、多分30分ぐらいで疲れたんじゃないかな。まあ、13分の動画30分でナレーション作れるんだったらね、上出来の部類だと思いますよ。で、できて、まあ、字幕とかもいらないし、それでポンと出してね。ただ、高画質のやつだったんで、せっかく高画質で撮影したんで、やっぱ高画質で出したいじゃないですか。そうするとファイルが重くなるんですけど、家の Wi-Fi がね、思ったよりなんか遅くなっちゃって、アップロードしてる途中から、それ何でかわかんないですけど、家っていうかまあ、ここの Wi-Fi がですね。で、それで、速度が、どうこうとかやってるうちに、本当は7時半ぐらいに出そうと思ったのに、8時過ぎになっちゃいましたね。だからタイミングちょっと逃したんですけど、まあ、その割には動画もまあ、伸びてるんで、まあ、今後も伸びるだろうみたいな感じです。東京モノレール、日本一速いモノレール乗ってみたみたいな感じだったと思うんですが、まあ、よければ、見てみてください。で、まあ、それは出すじゃないですか。で、その後、まあ、ご飯はね、結局ね、食べたんですよね。なんか、スパゲッティが、ずっと前のやつですけど、冷凍庫にあったんで、それを食べてですね。で、まあ、夕飯は買いだめておいたおにぎりを食べたんですけど、まあ、それ出してもう8時じゃないですか。だから、動画作るだけで4時間かかったってことですか？モノレールの動画作るだけで。それだけで4時間は、まあ、あとメールの返事とかしましたけどね。それでそんな時間かかってるのはちょっとなんかもったいないですよね。うん。で、まあ、動画は勝手に出てたんですよ。まあ、もう完成したのが、まあ、7時前ぐらいにはもう完成。だから、まあ、3時間とかからずに動画は完成して、もっと短かったと思うんですけど、そんぐらいかな？ 2 時間半とかかな。で、その後は、風呂に入ってですね、まあ、知らないうちに動画アップロードされたと。で、それが終わってからはね、何したかな？まあ、そう、他に出す動画でちょっと手の込んだやつがあったんで、それもやったんだな。ちょっと原稿を事務的なというか、まあ、ある関係書かなきゃいけないような動画があってですね、何喋るかみたいな。で、それがめんどくさいんですけど、まあ、とりあえず書いたんですよ。で、それがね、それと、それからモノレールの映像を作って、全部で3時間、ちょいくらい。まあ、仕事の速さとしては悪くないと思うんですけどね。で、その後、風呂上がって、まあ、8時過ぎじゃないですか。で、まあ、スパゲッティみたいなのを夕飯にさっき言いましたように食べまして、それからまだ仕事がありますよね。で、次に、まあ、今日土曜日だったわけです。まあ、今日付変わって日曜日になったんですが、で、土日は動画の再生数が伸びるんで何か出したいと。で、日曜日用の映像も、じゃあ何を出すかって、まあ、こういう緊急事態宣言になることを見越して、映像の備蓄自体はあるんですけど、何かいい映像ないかなと思って探してですね、まあ、別にネタバレになっちゃうけど言ってもいいですかね。今ですね、東京から、静岡方面に行くですね、特急電車があるんですけど、それがすごい古いやつなんですが、まあ、今度の3月引退するわけですよ。
で、まあ、その特急の電車、その車両は、まあ、今は静岡方面にしか行かないんですが、僕が高校生ぐらいの時、今からもう8年、もう前ですか？ 8 年も前ですね。にはですね、群馬県の方に行くのもいっぱいあって、で、まあ、僕その時趣味で鉄道に乗ってたんで、まあ、その時映像を撮ってたんですよ。で、しかも何かに使うんじゃないかなと思って、結構丁寧な撮影をしてて、車内放送とか沿線の景色とか、列車の走行シーンも撮ってあったし、それからね、まあ、これが良かったなと思うのが、群馬県に八ッ場ダムってダムなんですが、そのダムがもうこの間の去年にはもう水を溜めてたのかな、もう普通に水溜めてるんですけど、僕が高校の時行った時はまだそのダムは民主党の案とかでやるやらないって話あったんですが、結局やることになったぐらいの頃で、やっと工事が始まったとかで、まだなんか僕が行った時はダムは全くなく、ダムの底に今もう沈んでしまってるんですが、当時はまだそこにね、川原湯温泉っていう温泉があったんですよ。で、そういう風なそのダムに沈む前の街を走る特急電車だったんですよ、それは。というすごい貴重な、まあ貴重な映像を持ってて、しかもその特急電車の車両は今度いよいよ、まあ、今静岡にだけ行くようになってるんですけど、それが静岡にも行かなくなって見られなくなるわけですよ。今度なくなる電車がもう、絶対に通ることができない今湖の底となっているところを走る映像を持ってたんで、これ使えばいいじゃんか、今のタイミングいいなと思ってですね、まあ、それを本日2020年の10月、間違い、2021年の1月17日の映像として、おそらく出すだろうということですね。まあ、それ編集してできました。で、それでまだナレーションは実は作ってないんですが、まあすぐできると思うんですけど、結構ちょっとなんか昔の映像だったからか、扱うのに手間取ってですね、まあ、2時間ぐらいかかっちゃったかな、それでね。それで10時半とかですかね。それから2時間半何やってたんだろうな、今まで何をするか分からんな。まあグダグダしてたんでしょうね、1時間とかね。あと、分からんけどな、2時間半じゃない、4時間も何をするんだろう。別に寝てたわけじゃないし、まあ多分あそこにパソコンがあるんで、なんか少々気になるな。あ、そうそう、思い出した、サムネイルですね。サムネイルがね、ちょっと作るのにまた時間がかかったりとかしまして、そう、それでかかったっていうのがもう大きい。あとはまあ他の2時間はまあ休憩みたいなもんですかね。ちょっとなんかゴロゴロしてたとか、なんか YouTube 見るとかね、まあ、結構そういうこともあります。 YouTube もね、いろいろな人の鉄道に限らず最近はなるべく見るようにしてるんですが、そのサムネイルもなるべく最近はまあいいものを作ろうと思って頑張っております。まあ、ちょっと具体的に何をどう頑張っているかということについてはちょっと言わないでおこうかなと思いますけどね。まあ、それは企業秘密と言いますか、わざわざ喋ることでもないと思うんで、言わないでおきますが、まあそういうことを考えずに済む、カメラに向かって喋るだけの背広チャンネル、楽ですね。で、今もう多分ほぼ寝るべき時間なのかなと思います。2時48分ですね。じゃあ終わりかな。ちなみに最後この空間についてね、ちょっと言ってこうと思うんですけど、まあこれ見てわかるように風呂場と脱衣所で、ここに僕がさっき風呂に入ってそのままになってるタオルなんかもあるわけなんですけど、ここはですね、なんでここでよく動画撮ってんのかっていう話よくあると思うんですが、前は、あんまりいい家に住んでるわけではないとか、ここがそんなにいい建物じゃないので、周りの人の家にその僕の声が響くんじゃないかなと思って、なるべく響かなさそうなこの風呂場で撮ってたんですけども、今はね、もう別に風呂場で撮る必要は正直多分ないんですよ。なんかお隣の方が普通に動画見てる方だったんですけど、視聴者の方だったんですよ、普通に。ああ、もう僕の住所知ってるんじゃないですか、僕に直っといてください。まあそう言わなかったです、黙っててくれる方だと思うんですが、ということなんですけども、じゃあなんでここ撮ってるのかっていうと、僕もよくわかんないんですが、なんかこれ撮るのがね、癖になってるんですよね。それが一つと、まあ、あとね、ここに棚があるんですよ。で、まあ、なんかこれで明るさとかを変えられるんですけど、このなんか照明の具合が良くて、とてもいい位置に、携帯電話で撮ってるんですけど、携帯電話を置けるんで、携帯電話ね、いいところに置ける場所ってあんまないんですよ。だからまあここで。で、向こうの場所でなんか別のところがあるんですが、そこで、やるとき、パソコンを開いて、それでライブ配信するってこともあると思うんですけど、パソコンを開く場合は、ここ棚じゃないんで、なんですか、パソコンを開いてできないじゃないですか。だから、まあ、そういうな、棚じゃない、パソコンは棚に置けないので、向こうのテーブルのところに、置いてあるじゃないですか。で、こっちは携帯電話なんですけど、携帯電話はテーブルのところに置けないので、棚に置いてあるということで、使い分けるような感じになってます。まあ、あんま深く考えてなかったんですけど、ただ自分のやりたいところでやってただけなんですが、まあ、こんな感じですね。どうもありがとうございました。